非線形の語り口は文学、映画などに用いられる物語技法で具体的には出来事を時系列通りに記述しなかったり因果関係が直接的でなかったり並行したプロット、夢の挿入、劇中劇などがある構造の模倣、記憶の再生などを目的として使用される物語を最初からでなく途中から始めるインメディアスレスは古代からあり 紀元前8世紀のホメロスのジョジシ、イーリアスで確立された。紀元前5世紀頃に作られたインドのジョジシ、マハーバーラタは、ストーリーのほとんどをフラッシュバックで語っている。中世の、千代人よ物語のうち、シンドバット、シンチューノと、三つのリンゴにはインメディアスレスと、フラッシュバックの両方が使われているが、これはパンチャタントラにインスパイアされたものと言われる。 19世紀後半から20世紀初頭にかけて、モダニズム文学のジョゼフ・コンラット、バージニア・ウルフ、フォード・マドックス・フォード、マルセル・プルースと、ウィリアム・フォークナーらが、前衛的な非線形の語り口を用いた、主な作品を以下に挙げる。映画において、非線形的構造を定義することは困難である。というのも、線形のストーリーラインの中にも、フラッシュバック、 フラッシュフォワードを用いることができるからである。そうした中でも、非線形な語り口といえるものは、オーソンウェルズ、市民権とそれに影響を与えた、力と栄光、さらに、黒沢明の、羅昇門がある。映画の非線形構造の実験は、サイレント映画の時代まで遡る。D.W. グリフィス、イントレランス、アベルガンス、ナポレオンなどである。 1924年には、ルネクレールのダダイスム映画、幕愛。1929年には、ルイス・ブニュエルとサルバド・ールダリの、アンダルシアの犬。このシュルレアリスム映画は、教会、芸術、社会に対しての制作者の主張を描くのに、白日夢のようなイメージ、画像の平地を用いている。二人はさらに、黄金時代でも非線形の語り口を用いている。セルゲー・ゼンシュテイン。 フセボロドプドフキン、オレクサンドル・ドブジェンコといったロシアの革新的な映画作家たちも非戦型の可能性を探求している。エイゼンシュテイン、ストライキ、ドブジェンコ、大地など、イギリスの映画監督、ハンフリー・ジェニングスはドキュメンタリー映画、リッスン・ツー・ブリテンで非戦型にアプローチしている。1959年以降のジャンリック・ゴダールの映画は非戦型映画の発展において、 重要なものである。ゴダールはこう述べている。映画に始まりと中間と終わりがなければいけないというのには同意する。しかし順番はその通りである必要はない。ゴダールのウィークエンドはアンディウ・ォーホルのチェルシー・ガールズ同様、出来事の時系列を無視したことで一見するとランダムに見える。同じフランスのアラン・デネもまた24時間のジョージ、去年、 マリエンバートで、ミュリエルで語りと時間についての実験を試みた。イタリアでは、フェデリコ・フェリーニ、同、甘い生活、8-1、2、サテリコン、フェリーニのローマ、ロシアでは、アンドレー・タルコフスキー、鏡、ノスタルジアで、イギリスでは、ニコラス・ローグ、パフォーマンス、美しき冒険旅行、赤い影、地球に落ちてきた男、ジェラシーといった作品が非線形を特徴としている。 他にも、ミケランジェロ・アントニオーニ、ピーター・グリーナウェイ、クリス・マルケル、アニエス・バルダ、ラウル・ルイス、カルロス・サウラ、アラン・ロブ・イコール・グリエラがいる。アメリカ合衆国では、ロバート・アルトマンの、ギャンブラー、ナッシュビル、ザ・プレイヤー、ショートカッツ、ゴスフォード・パーク、ウディ・アレンの、アニー・ホール、インテリア、スター・ダスト・メモリーが非線形の語り口を取り入れている。 1990年代になると、クエンティン・タランティーノのレザボア・ドックスとパルプ・フィクションで非線形映画の人気が一躍高まった。他には、アトム・エゴヤン、エキゾチカ、テレンス・マリック、シン・レッド・ライン、ポール・トーマス・アンダーソン、マグノリア、カレン・ンジェル・シュプラキュ、サーティーン・カンバ・セーションズ・アバウト・ワンシングがある。またデビット・リンチも、ロスト・ハイウェイ、マルホランド・ドライブ、 インランドエンパイアを取った。スティーブン・ソダーバーグは、スキゾポリス、アウト・オブ・サイト、イギリスから来た男、フル・フロンタル、ソラリス、チェ、クリストファー・ノーラン、ホロウィング、メメント、バットマン・ビギンズ、プレステージ、ダークナイト・ライジング、ダンケルク。このうち、メメントは、時系列を遡る手法で、その手法は、ギャスパー・ノエ、アレックスにも使われている。リチャード・リンクレーター、 スラッカー、ウェイキングライフ、スキャナーダークリー。ガスバンサント、エレファント、ラストデイズ、パラノイドパーク。アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ、バベルは、断片で物語る構造。香港のウォンカーウーアイの、欲望の翼、楽園の傷、恋する惑星、火曜年下、2046。フェルナンド・メールレ,レス、シティ・オブ・ゴット、ナイロビの蜂、チャーリー・カウフマン。 アダプテーション、エターナルサンシャイン。清水隆史、ジュオン、ザジュオン、ジュオン。ジュオンシリーズは、ジュオンザ・グラジーさんを除くすべてが非線形である。マルティン・コール・ホーベンは、ブリムストーンなど非線形の映画を多く作っている。ロスト、ブレイキング・バット、ウォーキング・デッド、ワン c アポンアタイム・ o n a t i アロー、アロー、オレンジ・イズ・ニュー・ブラック、トゥルー・ディテクティブ、 アレステッドディベロップメント、ママと恋に落ちるまでなどの他に、ペニードレッドフルナイトメアチ塗られた秘密、レフトオーバーズ、残された世界、ダメージ、ブラッドラインブラッドラインの一部のエピソード。日本のアニメシリーズでは、プロットが非線形のものがある。鈴宮春日の憂鬱、バッカーの、デュラララ,ラ、物語シリーズ、闇と帽子と本の旅人、10日月単、レンタルマニか、 エルゴプロ騎士、鋼の錬金術師、アクシズ・パワーズ・エタリア、ひだまり・スケッチ、影朗・プロジェクト、プリンセス・プリンシパル、それと、ブギー・ポップは笑わないの一部、ソニック・アドベンチャー、アンチャーケット・黄金ゴと消えた戦乱など、ありがとうございます。